湿式精錬は金属を鉱石から取り出す手法の一つである。湿式精錬は金属精錬工学の一分野であり、鉱石や精功、リサイクル原料、残砂から金属を回収するために水溶液の化学を利用するものである。湿式精錬以外の金属の科学的な処理技術としては、乾式精錬や揮発精錬、溶融需要電解がある。 湿式精錬は、典型的には、以下の3つの分野から構成される。浸出は、有用な金属を含む原料に、水溶液を接触させて、有用な金属を抽出することを指す。浸出溶媒は、pH や酸化還元でに、キレート剤の有無、温度といった条件を狙った金属が、水溶液中に溶け出す速度や範囲、選択性が最適になるように調整されている。 キレート剤を使うことで、選択的にある金属を抽出しやすくなる。このようなキレート剤は、シフ、塩基のアミンであることが多い。基本的な浸出方法として、インシチュリーチング、ヒープリーチング、バットリーチング、タンクリーチング、オートクレーブリーチングの5つがある。インシチュリーチングは、ソリューションマイニングとも呼ばれる。インシチュリーチングでは、最初の交渉に穴を開ける。 続いて、葉っぱや水圧破砕などで、浸出液の流れる感激を作る。浸出液は鉱床にポンプで注入され、鉱石と浸出液が接触する。浸出液は集められて処理される。ビバリーウライ鉱床やジンバブエのドロージャム鉱山が、インシチュリーチングの例として知られている。ヒープリーチングでは、破砕された鉱石は非透水性の層の上に積み上げられる。 積み上げた鉱石の上から、浸出液を噴霧し、浸出液が下向きに流れていくようにする。鉱石は、気液を集めて、時工底に、層液で切るように、パンの上に積み上げられることが多い。例として金製化法の利用が挙げられる。破砕された鉱石は、シアン化、ナトリウム水溶液で空気の存在下で浸出される。これにより、 金がが出しし石を残砂として残ととてすことができるバッドリーチングは破砕され分給された鉱石を大きな浸透浸出層内で浸出液と接触させる。攪拌機のついたタンクを用いることから攪拌浸出法とも呼ばれる。破砕され分給された鉱石を浸出液と一緒に核拌層に入れ鉱石に浸出液を接触させる。攪拌することで 物質移動が大きくなり、反応速度が増加する。核反層を複数の反応層で構成することも多い。反応層として、オートクレイブを利用し、高温条件にすることで、反応速度を大きくする。また、オートクレイブを利用することで、境内にガスを供給して反応させることも可能になる。進出した後、進出液中の回収したい金属イオン濃縮される。 必要がある。加えて不純物となる金属イオンは除去する必要がある。溶媒抽出では希釈剤に抽出剤を混合させ、これを使って水溶液層から有機溶媒症に金属を抽出する方法である。溶媒抽出において、この有機溶媒症はオーガニックと呼ばれることが多い。希釈剤がある種の油であるからである。PLS は有機溶媒と よく混合し、整地して密度差で分離する。この時、抽出剤と金属が反応し、金属は水溶液層から有機溶媒症へ移行する。これにより、金属を含んだ有機溶媒症と中残液である水溶液層が得られる。電解採取を利用する場合には、金属を含んだ有機溶媒症を希薄な電解液と混合、分離する。その上で、 水溶液層に金属を移行させる。これにより、逆抽出された有機溶媒層と金属を含んだ水溶液層が得られる。有機溶媒層は溶媒抽出工程に再利用し、金属を含まない水溶液層は浸出工程で再利用し、金属を含んだ水溶液層は電解採取で処理される。綺麗土剤や天然ゼオライト、活性炭、樹脂。 キレート剤を混合した有機溶媒が水溶液中の影音や非音を交換するのに利用される。金属採取は湿式精錬の最後の工程である。原材料として販売可能な品質の金属が金属採取工程だけで得られることが多い。しかし、超高品位の金属の場合など、さらに生成が必要な場合もある。金属採取の手法には、主に電解とガス還元。 神殿がある。例えば、湿式精錬の対象となることの多い銅の場合、電解により採取されることが多い。CU には、比較的穏やかなポテンシャルで還元することができ、不純物である FE2 や ZN には積出しないためである。電解採取が、金属採取に、電解生成が純金属の製造に用いられる。電解採取は、 水溶液中に溶解した金属を陰極に積出させる。電解生成では陽極の金属を酸化させて溶出させ、それを陰極で積出させる。目的の金属やその化合物、あるいは不純物を水溶液層から化学反応により沈殿させる。沈殿は薬剤の添加や水の蒸発、pH 変化、温度変化などの操作によって進行する。いずれも 物質の水への溶解度を超えた分が沈殿する。ありがとうございます。